ドゥルミトル山はディナルアルプス山脈の延長線上に位置する山。最高峰はボボトブククで標高は2528メートル。ドゥルミトルの名はルーマニア語で眠るものを意味する。その名前は古代ローマの軍人たちが一体を征服した時に山の穏やかさを表してつけたものが元になったとされている。ドゥルミトル山は1952年に設定された。 ドゥルミトル国立公園の中にあり、1980年には固有種の植物賞や昆虫の多様さが評価され、ユネスコの世界遺産に登録された。国立公園は表記に形成された起伏に富んだ地形に多くの動物も生息しており、ヨーロッパオーライチョウ、ヒグマ、シャモア、オオカミなどが代表的である。猛禽類もイヌワボネリークマタカ、ヒメクマタカ、 白エリハゲワシ、ハヤブサ、ワシミミズクなど多彩である。国立公園の面積はおおよそ300平方キロメートルで、ドルミトル山海やヨーロッパ最新のタラ渓谷も含まれ、タラ川も保護対象となっている。しかし、公園近くのジャブ略子や人間の諸活動が不幸にも環境を害している。加えて、モンテネグロの独立以来、観光客の増加が見込まれており、 公園の動物賞、植物賞の観点にとっては好ましいことではない。そのため、2002年に70平方キロメートル近くが人間が活動を拡大することを許されている対象から外された。しかし、なおも公園の完全性を脅かす活動が見られる。その例としては特に森林伐採が挙げられる。森林伐採は衛生上の干伐の名目で行われ、 数千立方メートル分の木材が近くのズミニザの製材所に運ばれている。公園にはいくつかの村が点在し、その中には村としてはバルカン半島最高地点のマラツルナゴーラ村もある。この村はバルカン半島の山村としては典型的なもので牛や羊の牧畜を主体とする山岳民の生活が維持されている。牛や羊たちは 山と調和して何世紀もの間暮らしており、それは祈祷性喧嘩のユーゴスラビアで環境が悪化しても変わらなかった。そしてこの地ではユーゴスラビアの二人の英雄が生まれている。ラドイエラ・キッチとブラディミル・シプチッチである。ツルトミル国立公園は特に密漁によって脅かされている動物たちのためにより守備一貫した方針でもって保護されるべきである。 密漁を行っているのは公園に元から住んでいた人々以外の近隣住民やボスニア・ヘルツェゴビナから来た人々であったがボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の影響でカラシニコフなどの自動小銃を携えた密漁者たちが流入してから情勢はより一層悪化した彼らは群れを虐殺することをためらわなかったからである1994年には4000頭いたシャモアは 2005年には600頭にまで減少した。公園の管理側には対抗し得る。武器類はなく、行政の腐敗も密漁を助長する結果になっている。1980年に、ドゥルミトル国立公園が世界遺産に登録された。当初の登録面積は3万2000ヘクタールだったが、2005年に3万4000ヘクタールに拡大された。上記の通り、 密漁などの問題はあるものの、2007年の第31回世界遺産委員会終了時点では、危機遺産リストには挙げられていない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。完全性と申請性は、世界遺産の登録要件の一つ。ソース、パーク、ナショナルジュターマター2001、プレザデントマイルクシジェパビック。 ありがとうございます。